皆さんおはようございます。キューニーFです。今日はヘラクレスオオカブトの餌交換をしていこうと思います。今回交換する幼虫は1匹です。今回はある実験をしてみようと思い準備しました。先日ケースの外側から幼虫が3例になっているのが見えたので、この幼虫がオスならば試してみたいと思っていたことを今回実行してみようと思います。もしこの幼虫がメスだったら普通に餌交換をして終わろうと思います。ではやっていきましょう。この時点で私はオスかメスかは分かっておりません。なのでひっくり返してみてのお楽しみです。出てきました。お尻しか見えませんがオスであることを祈ります。頭の大きさを見ていますがオスにも見えるような気もします。オスメスを判別する方法は2つポイントがあります。1つは頭の大きさです。オスの頭の幅はメスよりも大きいので何匹か並べるとどれがオスかはわかります。ですが全部オスや全部メスとか偏った場合は悩みの種です。そんな時には今から見ていくオスマークの確認です。オスだけに見られるくぼみがあるのでそれを確認していきます。これについては過去動画にありますのでそちらの動画を合わせて見てみてください。見事オスでした。これで実験が始められます。他にも幼虫がいたらこんなことはないのですが、実はこの近辺で孵化した幼虫はこの1匹だったので正直嬉しいです。1匹だけでは動画としては使いにくかったので使い道ができたのが一番嬉しいのかもしれません。さてここからが今日の本題になります。今日の実験はヘラクレスの幼虫はケースがでかけりゃ幼虫も大きく育つのかをやっていこうと思います。私はヘラクレスを飼育するときには書類では3から4リットルくらいのケース、3ヶ月ほど育てた後は小馬車の大ケースなどで飼育しています。大きいケースではマットもたくさん使うので正直どうなのかなって思うけど大きく育つような気もする。どっちがいいのか気になるので今回試してみようと思います。まずは今まで飼育していたマットをふるいにかけていきクソだけ取り除き残りは再利用いたします。マットの急激な変化を抑えるためという名目の節約術です。毎回全交換したらマットの消費量が半端ないからというわけではありません。しっかりと元気なクソがいっぱいです。このクソは夏に深山の産卵用に使うので大事に保管しておきます。その上から新しいマットを追加していきます。
これを何匹もやるには消費量がすごいけど、効果があるのならば、もう少しケースを増やしてみたい気もする。近いうちに6ヶ月経過個体たちの餌交換をするので、3ヶ月後、この時交換したオスたちとで、6ヶ月経過した状態では、体重の伸びがどのくらい違うのかを比べてみたいと思います。とはいえ、1匹だけの実験なので、参考になるのかは疑問ですが、これ1匹だけでも大きくなれば、それは成功と言ってもいいんではないでしょうか。成果があれば、毎年、1、2匹は、大きなケースで飼育して夢を膨らませる。そんな楽しみ方もできるのではないでしょうか。ちなみに、私は、この時点で夢が膨らんでいます。なんか、大きく育つような気がする。まあ、飼育してる人は同じ気持ちになるのだろうとは思うけど、今の時点で3ヶ月後が楽しみです。ちなみに、孵化から6ヶ月で 100g を超えるのが第一目標です。最終目標は親サイズを超えることです。この幼虫は有名血統でも何でもありません。自分のところで育て始めてから3代目の子になります。毎回親越えはできているので、今回の幼虫も超えてくれることを願いながら、マットを詰めていきます。さて、ようやくマットを入れ終わりました。多分20リットル以上は入ったと思います。これに幼虫を入れていきます。あとは、実験がうまくいくことを願うだけです。今後は、3ヶ月経過したら餌交換をしたいと思います。その時の体重を、近いうちに6ヶ月経過した幼虫たちの体重を測りますので、それと比べて、大きいケースはありなのか、それともなしなのかを見ていきたいと思います。今後のこの子の成長が気になる人は、チャンネル登録をして続報をお待ちください。ついでに、高評価もしていただけると、今後の動画制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。では、次の動画でお会いいたしましょう。